朝から晩まで何から何までなあなたも私もちゃんとしないと,ないと朝から晩まで何から何までしないとこれから始めるちゃんとしないとはいこんばんはこんばんははい本日は生放送で始まりました久々 久々って一日秋ねはいはいワイズバンクプレゼンツちゃんとしないと、うんえー、34回目ですねはいはい、えー、今週もちゃんとしてましたかはいはい、早い早いはい2回はいしてるけどどうですかね最近話題といえば、まあ、ポケモン GO ですけど、うん、やってますあの今日アプリ削除しました <laughs> 今日もすごい今日さもう警察がもう至るところにいて、うん、もう茂みに隠れてあ警察も ポケモンみたいいなキャラがあるわけいやないない、警察は違反者ゴーしてるわけだからこのあっ警察リアル警察ねリアル警察は多分このポケモンで危ないことならんように違反者ゴーしてる <laughs> 何し違反者ゲットだぜをしてるとい <laughs> ね例えば、あのー、オープニングですけど、うん、実は先週先週東京の何で、ねちちね、ああ上りが落ちたそうですい <laughs> <laughs> いいで、は先週何 ソフトバンクワールドに行ったね。てまて、きさんも。僕が孫正義に会いたいと。会いたい、会いたいって言って、行ったけど、入れず、サテライトで画面で見るという。返せよ、お前、俺の時間。せ。まだすごかったね。朝寝坊する広島は、ちゃんと時間通りに行ったけど、思ったよりすごい人で、あのでっかい会場に入れないぐらい入って。 もう立ち見でね確かに、あのー、受付の人に、いや、私、ワイズバンクですけどって言ったけど、全然通て <laughs> 関連会社みたいに言うなよ、<laughs> 関連会社みたいに言わんで、はい、でもね、はい、でもすごかったね、やっぱりオーラというか、うんまあ、一つちょっと夢が叶ったんですけど、まあ、実際、生で見れなかったんで、うん、また来年、リベンジしたいなと思ってますこの広島対ソフトバンクみたいになって、うん、プロ野球が今期ね。うん でなんか始球式かなんかで出てこない。日本シリーズは孫さんは社長は完成してるから毎回。それは逆にすごいね、その相方にね。ということで、そんな感じの報告でしたけど。おめでとうございます。でとうは内容も通常放送というか、最近ちょっとね、いろんなバリエーションでやってたんですけど、通常に戻してお送りしたいと思います。初心に帰る初心に帰っていきたいと思いますで。では最初、このコーナーからいきます。 しゅうかんちゃんとエコ久々の。徳ちゃん、俺のせいじゃないみたいな感じだったけど。えそうないからね。まあいいです。ということで、このコーナーは広ロシと正樹が気になる新聞記事をピックアップしてお送りしてます。ということで、早速いきたいと思います。はい もうエコーの、<laughs> もういいからもう <laughs> 終わったことだから <laughs> 直し聞いてきて、うん、はい、いろ皆さんに聞いて,聞い,ていきますよはいはいはい、はいえー、まずここは、えー、琉球新報7月24日市潮村面、えー、FM 祈野湾ビーチに支局魅力満載の夏は発信、うん、ということで、えー、コミュニティラジオ局、うん、FM 祈まあ我々 今 F4 議論案ですけど、うん、18日、議論案海浜公園トロピカルビーチ内にサテライトスタジオを開局したと10月末まで設置しビーチで行われるイベントや夏にふさわしい曲などを配信するで番組はビーチ内で流れるほかインターネットでも聞くことができる同局の周波数は79.7メガヘルツということで,これどうですかちゃんとしてるーあエコー出ました。し入たエコ回復した。ね <laughs> はい、あそうなの僕な、ないならないで自分でエコー出しますから大丈夫です。はいね、ということで、このまあ、さっきね、自分たちの番組もやりたいって言ったんですけど、うん、まあちょっと基本、生放送限定で、うん、まあ昼間の番組で、うん、夜,は夜はやってないっていうことだったのでが大体まあ夕方ぐらいまで3時4時3時から4時の間ということなんで残念ながら、うん、我々の番組を。 ビーチからお送りすることはね前も顔がにやいやまあ水着ばっかり見てあんまり放送にならないと思うそうだねやめた方がいいやめた方がいいということでぜひ聞いていただいてビーチパーティーとかね行く際には放送されてる曲のリクエストとかも受け付けてるそうなので俺のいや俺のあんなとこだったらビーチが騒然とするわなんでということで頑張ってくださいよろしくお願いします次いきます えー、琉球新報、7月23日、社会面、うんえー、12人観覧車閉じ込め、5時間はしごで救出ということで、北、え、谷、ー、町美浜の観覧車が22日午後2時過ぎに止まり、3台のゴンドラに課外授業で訪れていた沖縄市の子ども6人を含む乗客12人が一時閉じ込められたと、で二来消防本部が車両5台で救助に当たった。 えー、午後7時過ぎ、最後のゴンドラに閉じ込められていた4人が救出されたと。で、けが人はいないと。で、最後に救助されたてるやさん、9歳は、ゴンドラの中は暑くて怖かったと話したということで、これどうですかチャーすごいね。5時間ってなんでってなるね。うん。あれなんかまマイクの音入ってる入ってるよね。OK。じゃあ、耳がおかしいだうん、うん、5時間ちょっと遅くない遅いね。まあ。 お詫びしたいということは言ってますけどそれにしてもね、うんうん、訓練とか多分してなかったんだろうね今までねまあ断定するのは怖いけどただ、うん、これぐらいで5時間ってことはもし地震が起きて津波来たらもうこの観覧車ほっとくよね、うん、確かに、ね、優先順位的に、ね、絶対に、うん、なんだろうやっぱ大変だったのか思ったらやっぱここを止めて場所確保してあげてとかやっぱ 一回も訓練やってなかった可能性あるんだよ。だって下手したら熱射病とかね、うん、脱水症状とかね、うん。一番マックス、なんかゆっくりゆっくり回したらしい、て手で押したの、なんかこの下に下ろすために。ああはしでも、はしごで、最後はまあもう、もはしごにしたと思うけど、た分マックスの上にいたんだん、うん、<ー>もしかしたら。もうくて怖い9歳だよ。 うん、まあまあこういうのはつきものではあるけどね、うん、まあ起きた時にね、うん、まあどう対応するかっていうのはまあ何でも一緒だと思いますけどまあ違う記事ではよく乗る人たちだったみたいなだから本当に好きみたい観覧車まあこれで嫌いにならないで私のことは嫌いになっても観覧車のことは嫌いにならないでください <laughs> 聞いたことある <laughs> んで <laughs> 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 すかすいませんでもこれ那覇市だった那覇市だけが抜けて、うん、他のの 自治体はこう消防って今この通信網を一括にしたはずだわけうん、うん、で効率よくあの配分というか出動できる体制が整ってる整ったはずだけどまあこれはチャタンね、うん、チャタンというか沖縄県全部を都も含めて受け付けるようになったまあいいや、はい、まあまあでもま,あまた課題,まあ、ね、課題が必要なので無事にとりあえず出、ね、会、ね、ったってことはまあひとまず、うん かったなとまあまああんまり突っ込んじゃダメかもしれんけど全然乗ってねえなとは思ったけど人がまあ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 それは済むってことはい乗ったことあるありますああるんだ2回ぐらい俺も高所恐怖症で絶対乗れない天所と高所と短所だった短所は短いそういう部位はやめてもらっていいはい失礼しましたはいじゃあ次いきます えー、タイムス、沖縄タイムス、7月25日、地域面からですね、うんえー、オスカブパパイヤ、実がたわわということで、えー、またパパイヤネタですけど、えー、住民の驚き、この教材にということで、えー、名護市と与那原町で、オスパパイヤに珍しい実がつき、住民を,住人を驚かせ、地域の人を喜ばせた。まず名護ですね。クレーウパパイヤサー、これはオスカブのパパイヤの実だよっていう。うん シ・ウンテンバルの民家でオス株のパパイヤに実がつき話題になっていると5本のパパイヤの1本のオス株に約2 5ンチの実が約30個なっているとこれ名護の話ね、うん、でもこヨナバルでもいたらしきの知念三択でオスパパイヤの木に長さ1 5ンチほどの実が6つなっていると初めて見る現象に驚いたし嬉しかったといいことがある前触れかな 孫がもう一人できるかもと喜んでいるこれどうですか君たちキュパパイヤマンゴーだねパート5はパート 5! <laughs> それ忘れんでもらっていいすいませんまあ今回また5回目ということではいすごいねパパイヤネタねはいえ <laughs> パパイヤミキパパイヤイリッチーとか作る <laughs> なんかすごいデジャブ感がす,る感がすごい毎回このネタでパパイヤイチの話になってますけど前もだっけ、はい、前も食べるみたいなじゃあ前は野菜みたいなカット野菜使うって話そうですねカット野菜の話してます<ー>でも最近道の駅で買ったら熟しすぎてあの赤くなってフルーツパパイヤになってましたあフルーツパパイヤっていうカテゴリーもあるんだ あ甘いってことフルーツとして食べるパパイもあるさ。で、へ<ー>とっても美味しかったので、もう一度食べようと思って買ってきたら、青パパイアっていうのだったんですけど、それはいくらたっても<は>あの全然熟しな,くて熟しないで、うん、だからなかに、なんかミニもよって甘くなるものと、この実もおスめさあるの実はおすめさんだってではないんだ。だ オスかぶっていう表現であでもメスかぶもあるからやっぱオスとメスがあるんでそれとその渋いやつと甘いやつでもないんだあ<ー>こうパパイヤとかママイヤとかでもないんでいママイヤ, <laughs> ママイヤはではないですよねいやって何かお母さんかわいそうじゃないですかそうだでい,いやパパイヤだったらもうかわいそうじゃいですかいやパパイヤはまあいいかない <laughs> おじいちゃんイヤはおじいちゃんイヤ広げますではい広げます、はいはい、じゃあ次行きます <laughs> 流さ<れ> <laughs> はい流されたって傷ついてる毎日だからはいはい次琉球新報スポーツ面からお7月26日ですねうんねとくちゃん確立しないじゃん音楽が始まらんからああこれ音楽あるやつだあそうだライズアップそうですねはいちょっと待ってくださいね7月何日これ7月26日のうん一応安岡 <中>うん3度目の V ということで、はいはい、圧巻のゴールラッシュということで、えー、圧巻のゴールラッシュだった <laughs> 安岡は後半7分に西園が奪った追加点を皮切りに22分に穴井サーフマルクス28分に三浦と続き最後は再び西園がネットを揺らして試合を決めた主将の森口は、えー、スペースを作る攻撃がうまくいったと 納得の表情で振り返ったということこれどうですかゴールゴール, <laughs> ゴールじゃなくてちゃんととかはちゃんとしないとじゃなくていいの <laughs> いいんです <laughs> 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 何これカビラ正輝。似てないしね。<laughs> 楽天カードマン <laughs> 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 俺、つみてシーンってなってるよ。<laughs> 何のことがよく予定通りっていうか、通 <laughs> 台本りこりです。これまあ 何がすごいかミキ分からなかったかもしれないけど、これ、主人公が4、5人出てくるんだけどさ。全部、本土の、内地の名字だっけそうだこれだけ聞いたら、J リーグの試合だよ。J リーグの試合だよ。西園が点を決めて、穴井が穴に入れて。穴井え穴井出てきゃた。 マルクスはいたけど、穴には入れてる。ゴールネットや、入れたのは。あれ、マルクスはいじゃなかったほら、穴には入れないネットを揺らしたり、あと、森口ね、すごいよね、普通だったら、日がが、金城から行って、金城からの玉木が、そういう話なのに、11人中5人がもうすでに泣いちゃうという。 で安岡忠ってちょっと正確には調べてないんだけど沖縄県か少なくとも那覇市で一番成績優秀だすけこの新都心のアメクショとかメカルショとか転勤とか本土からいらっしゃる大金持ちはみんなあっちに住むからやっぱり優秀だっけお辻さんみたいにでその子供たちが行く区域ってた安岡だっけ あちら中学校ないからまあ那覇中か安岡だけど新都心は安岡だから。っていうこのだからすごかったねこの記事読むだけでこの平安さんって記者は多分意識して他にも赤嶺君とかも点決めたんだよこの後発の中でタイムスには書いてるわけでもあえてこの本土の名字を並べたのわざとだと思うよこれちょっと聞いてみたら平安さんね 新報だからこれ聞いといてね意図的ですかって前園とかね前園西ね。首相まで森口っていうねへえへえでこの試合中退練終わって転校する子がチームメイトでいたわけこの子は怪我で出れなくてその子のためにもみたいなっていうなかなか鋭い切り口ねこれは奥サッカーだからサッカー出身なんであ そうですね。という話でしたね。ね、あの、焦点が違いますね。私は全然サッカーのことかな。焦点あ、まあ、なんか、あの視点ね。視点違った。目が見えない、ただのあのおかしい人みたいな。俺も老眼なのかな視点が視点が違うね。視点が違うね。言い方、ちゃんと考えて最後いきます。プロでしょ最後、最後いきます。えー、タイムス。 7月25、地域面ですけど、うん、表面トゲトゲ、味爽やか、珍しい果実、ササップ実るということで、<laughs> <夫>ちょっと <laughs> <夫>アクシデントがすごいよ、<laughs> はいえー、これは西原町、なのでかけ、かけぼくの玉木さんの家庭菜園にトロピカルフルーツのササップが実をつけていると、うんでえー、南洋では年中にたわわに実り、おやつ代わりだったと。 で玉木さんの家で見た時は懐かしさでいっぱいだったよと大事そうにササップを持ち上げたということでこれどうですかササップ肌です <laughs> いやこれライザップでしょ <laughs> これライザップのやつでしょ肌も全然アフター綺麗なってないし、ね、いやいやいやこのブツブツが取れたでしょトゲトゲ肌がすごいよこれトゲトゲ取れたでしょ <laughs> すごいちご肌とゴヤ肌に引き続きササップ肌。というかササップって知ってます知らないです。初めて聞きました。ご存知ササップみたいな感じになっるけどなんかパイナップルとなんだパイナップルとミルクの間だった味はバナナとパイナップルをミックスしたような爽やかな味。かけ合わせたぐらいの味でなんかちょっとヨーグルトみたいな。 クリーーミみたいな感じなんでまあるで食べてみたいけどねなかなかないんで西原町に行ったらあるんかもしれないのでササップですねえこれもともと沖縄の国ですかんかどっかの国か持ってきたってこうやってあるで南洋諸島のロタ島ロタこれロタ島で育った荒川さんの話じゃないですかそうですこれ荒川さんの育った話だったごめんどこなんだどこだったから そうえー、まあ南米のゲーーん原産まあ沖縄でも育つんだろうね気候は似てるから。うんうん、ということでちょっと駆け足で4つ行くとこ5つ行ったんで時間が押してますんで、はい、この辺で一回 CM に行きたいと思います。いしますちゃんとしない 映ってる、持っる前が。ちゃんとしないと。はいということで、はいはい、えー。またコーナー行きたいと思います。うん。まあさっきのちゃんと狙い撃ち。<laughs> ということで、久々の、久々だね。ちゃんと狙い撃ちで、ね、ちょっとまあ狙いたいのがあるということだったので、はい。ぜひ。よろしくお願いします。あま,すまあ、はい、今日の7月27日のタイムスの記事から。はい。はいはい 前もちょっと話したんですけど、はい、あの空車のタクシーもバスレーン走行ということで、うんうん、沖縄県内、来月8月1日から実験、うん、県公共交通活性化推進協議会会長、池田名誉教授が発表したんですけど、まあバス、バス専用レーンで空車のタクシーを走らせる実験を1年間やると、だめ、うん、でしょう。 <laughs> いやいやだめだよね<な>だってカープールレーンを言ってる、ね、カープールレーン導入しないでこれはやるってこれどういうことですかっていうのがまあ一つだけどこの池田名誉教授は多分カープールレーン知らないかもしれないんだけどさ <laughs> せっかくバスレーンで渋滞をなくそうとしてるのに空のタクシーを走らせるってもう意味ないでしょうで一応これを提案したのは県ハイヤータクシー協会だわけ でなんでかっていうと、高齢者たちがこうタクシー乗るときに、車道に近づいて空車タクシーを止めようとして危険だと、まあ、これが理由だちなみに、こん,みにこんな事故見たことあるないし、朝7時半から9時のとか、<laughs> 夕方5時半から7時の間に、こんなおじいちゃん、おばあちゃん、あんま、まあ、動く人もいるかもしれないけど、朝のタクシーでちなみに呼ばない、電話で。 わざわざ道まで行って朝、だいぶ通勤してるけどもう10年通勤してるけど路肩で手上げてるおばあちゃんを見たことないよね路肩までおばあちゃんが降りてきて手上げるシーン再現してよって話したすごいね、確かにねって意味だわけだから第二車線まで手上げに来てるみたいな言い方してるわけないでしょ見たことはないですね。 結局、何度まあ変な話、客が乗ってないタクシーがそこを走るだけ。もう何のなんていうののね何意味もない、何の効果もないと思うよ。で、県警の方はね、バスや二輪車との接触事故が逆に懸念される。県警は嫌がってる。そうういことねどっちかというと。 だこの交通活性化推進協議会県ってことと県うんとまあ,みあ、まあ、昔そういうラジオがあったんでそういうやるんだったらぜひ逆にねかぶだかだもうこの人たちはもう手詰まりだと思うわけもう何もないからこういうことしてるんだけど、うん、あじゃあこれカップルちょっと今集まってる100名も超えてるから、うん、それだけの署名でも一回この池田名誉教授に送ってみようかな。 あそうだねいいいんじゃないこんなのやるよりこんなのやったほうが、ん、これな実証実験などんだけや1年,やる,の1年間もやるんだよ場所もある程度バスレーン全体ではないってことかなそうゴーパチタの33にある程度限った何をもって成功したとか失敗したって話なのか,なからね。<laughs> だからこの検証する内容も全然出てこないしまた適当なことをやっているという。 うんまあ、そういうネタの話ねこんな文句ばっかり言っていいのかなカルマ的には僕に返ってくるらしいよあんまり文句言うといや文句じゃない意見ですよ、はいこれはそう思いますから、うん、本当に、うんうん、まあそれも踏まえてねちょっとカープルレーンの、はい、署名も今ネットのネットでももう簡単に署名できるようになってます、ね、これどっからどうやってやるんでしたっけ署名する人は、うん、カープルレーン検索で検索すれば何 <laughs>、ね、その自信なさそうなン、うん 沖縄でもトップだはず、じゃあそれで検索してサイトに行って署名していただくともうバスレーンがカラタクシーレーンになるならカープールレーンにしてもいいですなんか三段活用みたいな感じでいけるかもねバスレーンカラタクシーレーンカープールレーンはいはいいいと思いますだからこの記事やらないこうってでも皆さん応援してくださいねとカープールレーンをねということで一回。 C. M. いってですか。委員長ね。はい、じゃあ C. M. お願いします。もしもし、代行何分ですか。え、五十分。じゃあ、他探します。ねえ、ゆき、どこがパッと来るって知らないの。到着十五分以内の運転代行を探せる便利なアプリなんだよ。お店を入力して送信すると。ほら、電話がかかってきた。到着十五分以内の運転代行を探すなら。どこがパットクルー。と二人で来てください。はい <laughs>。入ってるよ。<laughs> <laughs> はいということでこのコーナーはまだ1回もあの飛んだことはありません。うん、行きます大人のホテル情報わ<ー>ということで <laughs> すごいし白木さんのセクシーボイスがもう満載ですけど <laughs> じゃあいきますまずウォーターホテル満室ですわ<ー>すごいねかくれんぼクラ二2部空いてますちゃんと2人で来てくださいよ」。<laughs> ちゃんと二人で来てくださいよって言われたってこと <laughs> <laughs> 親切なってるわ <laughs> めっちゃ親切なってるわ <laughs> はい最後ホテルエンゼル半分空いてます<ー>安定のエンゼルは空き具合ですねうんすごいねわざわざ電話したらちゃんと二人で来てくださいよって,ってだから <laughs> どういうことかね最近三名四名で来る人が多いのかなあそういうことかなあ夏休みだからそれかホテルが高いから一人で来る人が多いのかな でもホテルとしたら一人でも二人でもいいそれから直しが片言すぎて外国人ともその可能性あるね二人で来るもんですよでホテル側もあっちの言葉になってるのということで最後恒例の曲で締めたいと思いますそれでは聴いてください。で